駒沢大学。駒沢大学は、日本の仏教宗派の一つである、総統宗が1592年、文禄元年に設立した、吉祥寺の学寮、吉祥寺栄学寮を起源とする千段林、1657年命名、が発展した大学である。また駒沢キャンパスがある、駒沢大学駅周辺は、高級住宅街があり、 都内でも有数の治安の良い地域であるとされる。駒沢大学の見学の精神は仏教の教えと善の心を現代的教育に活かしてゆくことを見学の理念としている。仏教は物事を正しく理解する知恵を獲得し、それを慈悲の心で周囲に役立てることを目指す。しかし、それらは外だけに向けられるものではなく、知恵も慈悲も 事故を離れては存在し得ない。そこで本来の事故を見つめる善の心が生きてくる。己の内と外、体と心、それらを一つにして道を極めて行くことを道元は新身学道と表現した。駒沢大学はいわばこの新身学道を現代社会において実践しようとしている大学である。駒沢大学が要請しようとしているのは常に 本来の事故に立ち返りつつ、最新の学問を収め、現代の社会に生かしていく人材である。駒沢大学の見学の理念をわかりやすく表現した言葉として、行学一如と新誠敬愛がある。駒沢大学は創設の経緯から仏教学部を設置し、純粋な仏教研究を行う仏教学科と、日本では二つしか設置されていない全学科を設けている。 近年では、平成15年、2003年に、日本唯一の医療健康科学部を開設し、診療放射線技師の育成を行っている。平成18年、2006年には、グローバルメディアスタディーズ学部を開設し、世界を舞台に活躍できる、語学力と情報リテラシーを備え、メディアやコンテンツの本質を深く理解縮小する力を得た人材の育成に取り組んでいる。 またこれは日本で一番長い学部名としても有名である。スポーツで有名であり、主に陸上、サッカー、野球、ボクシング、空手が盛んである。文化部では、吹奏楽部の活躍が目覚ましい。駒沢大学は、文読元年、1592年に、駿河台の吉祥寺に創設された学林を起源とする。禅の実践と仏教の研究。 漢学の振興を目的としていた。明暦三年六百五十七年に吉祥寺駒込めに移転し、中国の瞑想であった陳道映画仙壇林と命名した、この名は現在の校歌にも歌われている。その後、吉祥寺学寮を中心にして、清少寺学寮を、詩詞と仙学寺学寮を統合した、総当州大学林専門学本校、明治十五年。 1882年10月15日開校、総統州大学、明治38年、1905年解消を経、大学令に基づく旧制の駒沢大学、大正14年、1925年解消へと発展し、この時寺院の指定以外にも広く、門戸を開放している。文部科学省に採択された教育プロジェクトには、次のものがある。 学生スポーツの後期と学内体育の振興、並びに所属団体間の親睦、交流、調整を目的に、学内のスポーツ系、団体、一競技一団体が加盟している。いずれも、競技団体ごとの連盟に、駒沢大学体育会所属団体として登録し、公式試合に臨んでいる。文化、芸術、学術、芸能等のサークル活動を通じて、 人間形成及び学生生活の向上を図ることを目的としている。昭和47年度以前に創立された伝統ある文化サークルの集団である。昭和48年度以降に設立されたサークルである。体育会や文化部に比べ歴史が浅い団体がこれに分類されている。その他、学術研究を目的とする課外ゼミ形式の団体もこれに含まれる。 内訳は、研究、学習系の任意団体が29団体、語学系3団体、福祉系4団体、歴史系10団体、文学系6団体、その他6団体、交流系の任意団体が2団体、スポーツ系の任意団体が48団体、テニス系12団、野球系10団体、武道系3団体、サッカー系2団体、バスケットボール系5団体、 スキースノーボード系2団体、オールラウンド系5団体、その他、陸上、水泳、バドミントン、バレーボール、バスケットボール、卓球、ダンス級団体、映画、舞台、放送系の任意団体が3団体、音楽系の任意団体が7団体、旅行、アウトドア系の任意団体が7団体、趣味、その他の任意団体が15団体である。通常のサークルとは異なり、 学生機関としての役割を担う団体がこれに属している。所属しているのは体育会に所属するすべての団体からの派遣委員によって構成されている体育会本部と卒業アルバムの編集、作成を行う学生卒業アルバム委員会である。東京箱根間往復大学駅伝競争や出雲、全日本大学選抜駅伝競争。 全日本大学駅伝対抗選手権大会の学生三大駅伝で日体大と共に全国大学最多イの計21回の優勝を誇る。箱根駅伝では総合優勝6回。このうち2002年から2005年にかけて史上5校目、中大、日体大、日大、順大、駒大となる総合4連覇を達成した。出雲駅伝では 1997年、1998年で2連覇し、計3回の優勝を誇る。全日本大学駅伝大公選手権大会、インカレでは初の全国制覇が1998年で計12回優勝を誇り、2011年から2014年にかけて史上初の大会4連覇を成し遂げた。公式野球部は、東都大学野球連盟に加盟している。 2015年現在、春と秋合わせて一部リーグで27回優勝している。また、全日本大学野球選手権大会優勝6回、明治神宮野球大会大学の部優勝4回となっている。サッカー部は昭和6年、1931年創立。関東大学サッカーリーグ戦5部からスタートし、後に一部昇格。 1 9九十年代に入り着実に力をつけ、強豪校の仲間入りを果たした。サッカー部出身者については、駒沢大学の人物一覧を参照のこと。なお全日本大学サッカー選手権における二千四から二千六年にかけての三連覇は、大会史上四校目、単独での三連覇は、早稲田大学以来二校目、総理大臣杯の二千四から二千六年にかけての三連覇は、 大会史上初である。空手部は昭和23年、1948年創立。昭和23年に同行の4が集い。昭和26年に西山武春師範が就任する。空手道部の OB 会である春空会が組織されている。これまでに幾多の学生優勝者を輩出している。ボクシング部は昭和44年。 1969年創立。平成20年、2008年の北京オリンピックには、清水聡選手が出場した。吹奏楽部は、昭和27年、1952年創立。サマーコンサート、定期演奏会、全日本吹奏楽コンクール、春季合宿、各種依頼演奏、企業イベント、学校等、異門演奏などを活動内容としている。 受賞歴。同じ総統州が設立した大学として、次の学校法人が挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。